はい、昨日 DM から、ディフェンスは少しは改善されたんですけど、やはりこう要所で向こうにやらせたくない、簡単なポイントをやっぱやらせてしまったり、結局85点取られて、このクロスゲームを落としてしまったのは、我々としては非常に痛いゲームでした。オフェンス面でも、しかしアシスト数とか残せているものの、やはりシュートが入らなかったりとか、シュートパーセントが悪い中で、こういう5点とか取られるようにもしていると、難しくなるので、ちょっとこの連敗というのを受け止めて、チームがここでさらに一つになる、一つになって取り組んでいきたいと思います。